最近帰ってくるの遅いけど、どうかした？あんまりミオをもう家で見かけないんだけど。だから何？さっさと子離れしろや、このジジイ。っていうか実際あんたの子供でもないしね。一緒に住んでやってるだけで感謝しろよ。なんだよその態度。年々ひどくなってくるなとは思ってたけど、引っ越したいならいつでも出て行っていいんだぞ。大変だったら帰ってきてもいいし。私を家に置いておきたいんでしょ？実の父親でもないのに気持ち悪い。実の父親じゃないけど、美智子に頼まれてるし、亡くなってからもう15年だぞ。ずっと世話してきたんだからな。家にだっていてくれって頼んだわけじゃないし。安定した仕事が見つかるまでは好きなだけいていいってことだ。出て行きたいならいいんだよ、いつでも。あ、そう。じゃあもう出て行くわ。仕事決まったのか？そうよ、永久就職がね。永久就職って？私結婚することになったの。そうなのか、おめでとう。相手はどんな人なんだ？関係ないでしょ。え？どうせ知ることもないんだからね。あんたは私の父親でも何でもない。だから彼を知る必要なんてないよね。それでも挨拶とかする機会あるだろ。紹介してくれないのか？今まで15年俺一人で育ててきたんだぞ。どうしても会いたいなら会わせてやってもいいけど、結婚式には来ないでね。なんでだよ。私の実の父親を呼ぶから。え、実の父親？そうだよ。連絡を取ってたのか？去年から取り始めた。あんたのせいで連絡取れてなかったけど、お父さんから連絡来たんだよね、 SNS で。俺のせいでじゃなくて、美智子に頼まれたんだ。俺も美智子の考えに賛成だし、連絡を取ることにデメリットしかないからこうなってる。デメリットって？それはあんたの判断でしょうが。本当にママがそんなこと言ってたのか知らないし、信じられるわけないでしょう。とにかく私にはもう実の父親がいるんだから、偽物は消えてくれる？その家にある荷物も新居の引っ越し決まったら持ってくし、もうあんたに頼ることはないから。そんな言い方ないだろ。実の父親じゃなかったとしても、他界した嫁に代わり嫁の連れ子のミオを必死に育てたんだぞ。そこまでの言い方される筋合いはないよ。だから何？恩着せがましいんだよ。本気で俺を結婚式に招待しないつもりなのか？少し冷静に考えてからまた連絡くれ。こんな形では納得いかない。勝手に言ってろ偽物。それじゃ落ち着くのを待ってるから、また連絡してくれ。今日会った彼と結婚するんだな。彼ならきっと大丈夫だ。まさか仕事の付き合いがある相手だとは思わなかったが、彼も彼のお父さんも真面目で誠実なビジネスマンだし、安心していいと思うよ。は？だるいんだけど。え？お前に関係ないだろうが。今日は空気的に紹介しなきゃいけなくなっちゃったし、でも自分から父親って名乗るとか痛すぎるんだけど。その後説明しなきゃいけなくなったんだよ。なんで他人のふりしてくれないのよ。結婚相手にまで俺を隠すのはどうかしてるだろう。実際にこれまで育ててきたのは俺なんだから、隠そうとしても無理がある。まだわからないのか？もう本当にあんたの存在が無理だわ。縁を切るから。本気で言ってるのか？連れ子の私を世話して恩を売って老後の世話でもさせるつもり？そんなの全く思ってなかったけど。だけどその野望ももう諦めてね。私はあんたとは縁を切るし、結婚式には本当の父親を呼ぶから、偽物は来るな。これが最後の通告よ。荷物ももう明日片付けるから。少し考えるべきだぞ。考えても変わらないから。俺を呼びたくないにしても、本当の父親を式には呼ばない方がいいと思うぞ。いいから、偽物は来ないで。あんたなんていなきゃよかったのに。ママも本当に結婚相手を間違えたよ。今後は一生関わらないでね。気持ち悪いクズジジイ。そこまで言われたら納得せざるを得ないな。俺もこれ以上は恩着せがましく言うのをやめるよ。縁を切りたいならそれでいい。俺も引っ越すから会えなくなる。本当にそれでいいんだな？願ってもないわ。私は実の父親と旦那さんと幸せな家庭を築く。あんたみたいな父親でもないのに父親ぶってくる男いらない。俺を切り捨ててくるってわけか。ここまで最低な最後になると思ってなかったが、仕方ないかもな。ここらが潮時だな。わかった、お互い自由になろう。お前の望み通りにしよう。そうしてください。私とはもう赤の他人ということでお願いします。あなたのことは血つながってないし、父親と思ってません。式には本物の父親呼ぶし、偽物は来ないでくださいね。わかった、行かないよ。縁も切るわ。私の引っ越し先の住所も教えるつもりないから。もうあんたには娘も家族もいないと思ってくれる？
ま、元からいなかったけどね。私はあんたの家族でも何でもないんだから。了解。俺がお望み通り欠席したら、式が大変なことになるかもしれないけど、本当にそれでいいんだったら、いいよ。何言ってるんだか。後悔しない決断なんだよな。もうミオも23歳だし、自分で決断できる年齢だ。俺ももうおせっかいを焼くのをやめる。じゃあな、幸せになれよ。いいから消えろ、目障りなんだよ。さようなら。お父さん、電話に出てくれない？こっちは大変なんだよね。俺に娘はいませんが。は？何言ってるのよ。こっちには冗談に付き合ってる余裕はないのよ。今どこにいるの？どうせ暇でしょ？今すぐ結婚式に来て。あ、今日結婚式だったんですね。おめでとうございます。結婚式には行けませんが、楽しんでください。何言ってるの？早く来てって言ってるでしょ。私の言うことが聞けないの？聞く筋合いないですよね。え？というか、そもそもこれが望みだったんじゃないんですか？俺は式をお望み通りに欠席してあげましたし、縁も切りましたよね。これ以上はもう言うことを聞く筋合いはありません。わかりましたか？わかりましたってなるわけないでしょ。なんでちゃんと説明してくれなかったの？新郎側の親族がお父さんの会社関係者だったなんて。それはもう言ってあっただろ。俺はちゃんと話したし、聞かなかったのは自分の責任ですよ。俺が来ないことで大問題になるかもしれないって言ったし、忠告したけど最後は自分の判断だったよな。まさかここまで問題になると思ってなかったんだよ。ちょっとした付き合いがあるくらいかと思ってた。でももうこれで分かったから早く来て。親族が怒ってるから早く来いって言ってるのよ。縁を切ったの忘れたのか？今更まだその話をするの？俺はもうすでに海外出張中だよ。は？海外？なんで娘の結婚式に海外に行ってるのよ。娘はいないって。結婚式の日程も会場も知らなかったし、来るなって言われてたんだから行くわけない。それにお互い二度と関わらないと誓っただろ。そんなこと言われても。実際は俺は新郎の父親の親会社のトップだったんだけど、お前は聞く気もなかったんだから知らなくて当然だよな。そんなことも知らずにいたのかと。新郎もドン引きしてる。彼も私に説明してたらしい。ほら、言っただろ。話を聞いてないのは自分の責任だ。俺を責めても何も変わらないんだよ。分かったら親族に謝罪して結婚式するんだな。俺は行くことはないから。というか物理的に無理。日本にいないから。本気で来られないの？親族めちゃくちゃ怒ってるし、彼も引いてる。育ててくれた父親に恩もないのかって怒られた。このままだと新郎一族に嫌われちゃう。まあ自業自得だし仕方ないんじゃないか。やばいんだけど、親族が結婚中止を要請してるって。しかも帰ろうとしてる。お父さん何とかしてよ。実の父親を呼んでるんだろ。それじゃそっちに頼れば。俺はもうあなたの父親じゃないんで。もうっていうか二度とあなたの父親にはならないので。もともと他人だったしな。15年面倒を見ただけで残念ですけど、自分の父親と仲良くしてください。私のお父さんも問題起こして、もう式場からつまみ出されたのよ。恥ずかしくて最悪だよ。ああ、まあ、本当の父親は借金まみれの毒クズだもんな。え？養育費がかからなくなる二十歳まで待って連絡してきたんだ。少し考えたらわかるんじゃないか？俺とみちこがお前をあのクズから守ろうとしてたんだけど、もうこれで居場所もバレたし、今後ずっと金をせびられ続けることになるよ。結婚式場に来て新郎側に金せびって大恥かいたのよ。どうしてこんな人だって教えてくれなかったの？自分の実の父親がそんなんだって知ったら、ミオが傷つくと思ったからだよ。じゃあ私のために？前からずっとそう言ってるだろ。ミチコが亡くなった時にそいつにミオを押し付けて、俺は自由になるって選択肢もあったんだよ。だけど俺は自分で選んで面倒を見た。ミチコを本気で愛してたから。それ、ちゃんと説明してよ。なんで言ってくれなかったの？今まで何度も言ったけど、人の話を聞く練習から始めたらどうだ？お父さん、ごめんなさい。私はもうお父さんをちゃんと信じるから、助けてください。今までと同じように暮らそう。何言ってんだ。そんなの無理。え？本当に？助け求めてきても、もう縁切ったし関係ないよ。俺はこれ以上、あなたの人生には関わらない。待ってよ、そんなこと言わないで。お前の望んでた通りになってよかったな。違う、私はこんなの望んでなかった。お願い助けてよ。私このままじゃ結婚がダメになっちゃうかもしれないんだよ。それが何？お父
もう父親じゃないって。自分で縁を切る宣告してきたんだろうが、忘れた？結婚がダメになったとしても、俺には関係ない。すべてはお前の判断だよ。もうその年齢なんだから。じゃあな、そのクズ父親と仲良くな。偽物はこれで姿を消すことにします。それじゃ、結婚おめでとう。結局、新郎側に完全に飽きられてしまったミオさん。結婚式は中止になり、結婚自体もなくなってしまったのだとか。父親の智也さんに助けを求めようとしたんだそうですが、もう他人だからと、あっさり切り捨てられてしまったんだそうですよ。結婚は中止になり、同棲していた家も追い出されることになったので、ミオさんは行く場所がなくなり、実家に戻ろうとしたんだそうですが、智也さんは引っ越し済み、まともな仕事も住む場所もなくなり、完全に途方に暮れているんだそうですよ。智也さんは仕事に今まで以上に精を出して、海外進出を狙っているのだとか、もう元連れ子のことは忘れようとしているみたいですね。